お疲れ様です。ご存知の方も多いと思いますけども、財務省の関係の仕事をしている方が、え通行人を跳ねて、そのまんま引き逃げをして、逮捕されたということでございます。引き逃げも、まあ、うまくいかなかったみたいで、逃げることができなかったというね。で、この財務省関係の方ですから、財務省にも何らかの責任は及ぶのかなと思いますけども、ただまあ、財務省のことですから、 いやわが社とは関係ありませんので答える立場にないみたいなこと言うのかそれとも無視を突っぱねるのかもしれませんけども、まあ、どちらにしてもこのねひき逃げをした方をトカゲのしっぽり切りにして口を拭って知らんぷりってのがいつものことなのかなと思います、はい、でもね今回ねお亡くなりになった方引かれた後にひき逃げされて応急救護も受けれずにそのまんま病院でお亡くなりになったそうなんですよ これはかなり重い罪なんじゃないかなと思いますし、まあ、あの今回事故を起こした、ね、当事者、犯人の方を吊るし上げたりとか自宅を特定みたいなことは、ね、別に私は本意ではないんですけども何とも悲しい話だなと思いまして私たち財務省の策略通りに苦しい人生を昇和されて厳しい税金で死ぬ思いをしてるわけじゃないですか。で死ぬ思いをした結果本当に こうやってね、殺されてしまうという、なんということでしょうと、一体何か私たちの人生にいいことあるんでしょうかと、ね、民間の努力を嘲笑うように、火星じゃ取られる、火星じゃ取られる、何もしなくても取られる、まあ、一体どうしたいんだと、で、道を歩いていたら、ひき逃げされるという、う財務省からなんかいろんなことがね、始まっているような気がします、まあ、財務省に言わせるとね、アメリカからの圧力があったんだとかね、言うかもしれませんけども、 この引き逃げはアメリカからの圧力ないだろうと思うわけですよ。ね。まあ、あの、今回ね、事故を起こして引き逃げをした方は55歳の方っていうことなんで、まあ、私と同世代ですけども、まあ、いわゆるロスジェネにもしかしたらかかってるのかもしれません。多くの人が職を全く得れずに、苦しい30年を非正規とかね、フリーターの中で過ごしながら、自分の人生が置き去りになってしまったという現実の向こうに、 財務省と取引ができていて、かなり裕福な暮らしを送っている方だと思います。ね。で、なんか、聞いたところによると、この方は、都内の 1K の12万円ぐらいのね、あの、お住まいにいらっしゃったそうで、おそらく単身赴任かなんかをしてるんだろうと。家族がいることを考えたら、かなり手厚い給料をもらってるんだろうな、ということが、まあ、書かれていましたね。例えば、この横側の記事ですけども、これですね。ここにね、出てるわけですよ。 ね、この方、まあちょっとね、交通事故の加害者ってのも気の毒なんで、あんまりこの方を個人的に悪くは思いたくないんですけども、早速こういう風に住所がね、特定されてるのは恐ろしいことだなと思います。うん、で、この方の会社は、財務省が運転業務を委託してる会社で、じゃあ具体的にどの会社なのかってことは、まあ、闇から闇だそうですよ。で 引き逃げに使った車ってのは財務省の所有ということでね。うん。まあだから財務省にも、その、なんですかね、使用、なんか、車を持ってる人が最終的な罪を負うみたいなのありましたよね。使用責任者かなんかね。なんだったんですかね。忘れましたけども。はい。だから財務省の方にも、やっぱりこう、類は及ぶということだと思いますけども、引き逃げですからね。 こういう引き逃げを起こしてしまうような人を財務省の取引先に選ぶってのは、まあ財務省のやりそうなことだなと。誠実で真面目な人とか、自分の罪をね、すぐに認めれるような人を身内に囲ってはいないんだろうなというふうなのが、私の財務省に対する印象なんですけども、今回もそれをね、裏切らないような形になりました。引いちゃった、死にそうだ、逃げちゃえ、みたいなね。なんということでしょうか。本当に。こっちが逃げ出したいよって話ですけども。 うん、だから 1K で12万ぐらいするところに住んでいたんじゃないかなっていうことで、この方は推測していますよねで、自宅を特定することは絶対にやめましょうって書いてますけども、この人、自宅特定してるじゃないですか、まあ、ただこれは仮住まいなんで、もうここにはね、この事故を起こされた方、来ないと思いますけども、まあ、でもご家族がいらっしゃると考えたら、ご家族のね、これからの人生ってのも、ちょっと気の毒だなと思います。まあですんですねあの 第二の被害者は加害者の家族ってならないように、私の方からちょっとね、切にお願いしたいんですけども、まあ、本当にね、こういう財務省ってのは、普段から国民に対して、むちを打つようなことばっかりしてるわけですから、せめてね、なんとか細々と生きてる人は、もうこうやって殺さないでほしいなと思うわけですよ。はい、これがね、ひき逃げに使った車です、バーンと、ひき逃げした後で、逃走中に、また別のところで、えー、どっかにぶつかって転倒したみたいなんですよ。 でナンバーがここに17の48品川なんとかって書いてますねこれが財務省の持ち物ですよっていうところらしいんですようん、まあ、なんかね割り切れないですよ私のね同期であまりにも仕事がきつくってちょっとね涙が出そうなんですけども家族を残してね自ら命を絶ってしまった人もいるんですよ 私が大学を出た時に私の憧れの会社の内定を何社ももらったやつです私よりも抜群に優秀なやつですでも今私が生き残ってそいつがこの世にいないってことを考えたらうん,なんか運命の皮肉を感じるというかねまあ、何なんでしょうかねこの能畑容疑者能畑さんも引きたくて引いたわけじゃないと思うんですよでもこれからの人生本当に 辛いことになると思いますし、当然お亡くなりになった方ってのは、もう人生がないわけですから、そしていきなり大切な、その男性の方をね、被害者の方を失われたご家族の悲しみは、もう言うに余りあるかなと思いますね。財務省といえば、あの赤木さん、奥さんがね、訴訟を起こして、認諾って感じで、賠償金を1億数千万とかね、受け取ったらしいですけども、銭金じゃないぞ、財務省。うーん。人間の心をね、取り戻してもらいたいと。 いうところで今回の放送終わっていきたいと思いますあの皆さんも運転には十分気をつけてくださいハンドルを握ってエンジンをかけた瞬間自分が誰かを跳ねるかもしれないっていうそういう覚悟でドライブに当たりましょう私も気をつけますそれでは